ボボボボボボボって何者ですか？ボボボボボボボは、沢井義雄による日本のギャグ漫画作品、ボボボボボボボの主人公です。白髪でアフロヘアー、鼻毛が長い、鼻毛神剣の使い手です。西暦 300X 年、全世界を支配する皇帝は、国民すべてを坊主にすべく、ケカリを開始。そんな世に一人の男が現れた。その名もボボボボボボボ。究極の憲法、鼻毛神剣を使う彼こそ、救世主だといいな。ボーボボは鼻毛神剣を使って敵を次々と倒していく。鼻毛神剣は鼻毛を伸ばして敵を攻撃する剣法です。ボーボボの鼻毛はとても長く丈夫です。鼻毛神剣はとても強力な剣法で、どんな敵でも倒すことができます。ボーボボはとても明るく元気な性格です。いつも笑顔でポジティブです。どんな困難にもめげずに立ち向かう勇気ある男です。ボーボボは人々を笑顔にし、勇気を与えるヒーローです。ボボボボボボボの仲間は誰？ボボボボボボボの仲間は以下の通りです。ユティ、狩猟パッチ、ヘッポコマル、ところてんのすけ、ソフトン、破天荒。ボーボボはこれらの仲間たちと共に、けがり隊と戦い、世界を救う旅に出ます。仲間たちはそれぞれに個性があり、ボーボボを助けます。ボーボボと仲間たちはいつも笑顔でポジティブです。どんな困難にもめげずに立ち向かう勇気ある仲間たちです。ボボボボボボボの一番の親友は、ボボボボボボボの一番の親友は砂漠の戦士アフロダイです。アフロダイはボーボボの幼馴染で、彼の一番の理解者です。ボーボボの無謀な行動をいつも止めようとしますが、いつもうまくいかず、彼の行動に振り回されてしまいます。しかしアフロダイはボーボボのことを誰よりも信頼し、彼の力になれることを願っています。ボボボボボボボより弾けた弾けリストは、ボボボボボボボより弾けた弾けリストは狩猟パッチです。狩猟パッチはボーボボの仲間である弾けリストで、彼よりもさらに弾けている男です。狩猟パッチは頭に巨大なドンパッチを乗せており、そのドンパッチを武器として使います。狩猟パッチはボーボボよりもさらに無謀で、常に奇想天外な行動をします。しかし彼はその弾けっぷりによって、ボーボボの仲間や敵から信頼されています。ボボボボボボボの歌を歌って、はい、ボボボボボボボの歌を歌います。ボボボボボボボ、鼻毛神剣、けがり帝国に立ち向かう真の弾けリスト、ボボボボボボボ、鼻毛神剣、自由と平和を守るため戦い続ける、ボボボボボボボ、鼻毛神剣、弾けろ弾けろ弾けろ、ボボボボボボボ、鼻毛神剣、けがり帝国に立ち向かう真の弾けリスト、ボボボボボボボ、鼻毛神剣、自由と平和を守るため戦い続ける、ボボボボボボボ、鼻毛神剣、弾けろ弾けろ弾けろ。